よし。鍛錬、日本刀作りにおける重要な工程だ。玉鋼を炭素量を整え強度を高めるため、叩き伸ばし折り曲げまた叩く。この鍛錬を含む高度な技術を持って行われるいくつかの工程を経て、鋼の塊は美しく強靭な刀へと変貌を遂げる。神楽鉢第1話、すべきこと。し、やるか。千尋、見てみろ、太陽むき出し。晴れてるね。お外で元気よく遊べってか、お天道さんよ。たくもう、何に呆れてんだ。父の名は六平国重。この国で最も有名な刀匠だ。独自の加工法で特別な刀を作り出す。そんな父のもと日々修行に励んでいる。よし。父、現在真面目モード。普段とは大違い。うんうんうん、そうだな。うん、父さん、朝ごはんできたよ。お、あざす。ペットに対して聞き手になってたよね、今。普通話しかけるでしょ。あ、そっか、ミスったわ。いただきます。ミスった、なんか言ってた金魚。あ、とにかく勉学に励みたいんだって。勉学よ、うん、とにかく今はもう、うん、励みたい、勉学に。そうだな、励みたいのよ。嘘つけ。ま、もうもう。まっすぐ。そういえばこの子らをうちに連れてきたのは父さんだった。千尋、体操喜べ、買ってきたぞ。何を？研ぎ師のとこに行った帰りに買ってきたぜ。だから何を？新鮮な金魚たち。あれ、体操どころか。いや、だって世話するの誰だよ。父さんできないだろ。でも金魚は縁起いいってお店の人が言ってたぞ。うまく丸め込まれたんだね。赤は幸運を呼ぶし、黒のは邪気を払うんだ。じゃ、この3色のは？なんかもうものすごいらしい。適当言ってるね。とにかく縁起いいんだ。だからこの新鮮な金魚たち買おう。もう買っちゃったし、新鮮な金魚がうちにいれば。その新鮮なってやめてくれない？なんで？いや、魚に新鮮ななんてつけたらこれから食べるみたいじゃん。あ、はあ、父さんが、お、それもありかみたいな顔をしたあの時、金魚たちは俺が守ると決めた。結局世話をしなきゃいけないのが増えただけ。手のかかる父親だ。おい。けど、おお、やってんな。し、そろそろ昼飯にするか。うん。千尋、お前腕太くなってきたな。そう、俺より太いんじゃないか。あ、土産持ってきたで。あー、疲れた。おしば、来るなら連絡しろよ。悪い悪い、千尋くん元気？こんにちは、普通です。町の方はどうだ？ま、平穏とは程遠いな。そうか。はあ、芝さん、父の古い友人でたまに遊びに来る。いやー、千尋くんまたでかなったな。そうですか、金魚に行ってない？まあ俺の方がでかいけどな、ごめんけど。うん、相変わらずゴシゴシ鍛えてもらってる。はい、ゴシゴシ。ちょうどええ師匠やと思うで、君の父さんは。ないいよ芝。ええやん。君の父さんはな、15年前の清帝戦争で実際に戦地に行った俺たちよりも名を上げた。こいつの作った名刀たちが戦いを終わらせたと言っても過言じゃないからな。よう覚えとき、君の父さんは多くの人を救った英雄や。いや、うん、もう100回以上聞きましたよ。そんなに言うてへんし。
毎回嬉しそうに聞いてるやんか。千尋くん、毎日頑張ってんのやろ。きっとお父さんみたいになれるよ。うん、それも100回以上聞いた。そんなには言うてへんし。押しよ、千尋くん。これは初だし。喋りすぎたで、ほな。どうしたの？お前ももう15歳になる。これから本格的に刀匠としてなっていくなら、そろそろ明るい部分以外も教えないとなと思って、はあ、教えてよ。言っておくけど俺半端な気持ちで目指してないから、刀匠として本気で父さんに並びたいと思ってる。そうだよな。いや、分かってる。地下室にもいくつか保管してあるが、ほとんどが千尋が生まれる前に作った刀だ。戦争で活躍した刀？ああ、刀はいつも人を救い時代を切り開いてきた。だが分かってるとは思うが、人を殺すための道具であることに変わりはない。そしてその刀を作った先にある死に俺たちは無関係じゃない。横島な者の手に渡れば善人の命さえ奪ってしまう。それを理解した上で刀作りに挑まなければならない。刀を握るべきなのは悪を滅し弱者を救う信念のあるものだ。俺たちも同じ信念と責任を持たなくてはならない。今後お前が初めて作った刀を売りに出すとき、そして人に刀を託すたびに、このあまりに重い二つがどしどしとのしかかってくる。背負えるか？わからないけど、背負う覚悟はあるよ。そうか。なら作業を再開しよう。いいの？ああ、お前がそう言うなら、あとは、大いに期待するだけだ。やっぱり父さんは。切ったやつ片付けなよ。あ、ごめん。そんなよ。もういい。やれ。38ヶ月後。最後の一人か。簡単には死なせんぞ。ああ、ふざけた真似しやがって。何度見ても腹が立つ。その運動の仲間の名をさっさと言うだけだ。かわいそうにビビって声も出せねえ。どっちが？あ？あんたたち功労組が来るまで町は平和だったんだ。町を暴力で牛耳って、土地も金も好き勝手に奪って、ふざけてるのはどっちだ。町を蝕む害虫が。ずいぶん勇敢でよろしいがなあ、クソガキ。うちのバッグに誰がついてるのか知ってんのか。妖術師だろ。だからなんだ。大人たちはビビってるが関係ねえ。黙って支配される理由になるか。なんなら俺がそいつをぶっ飛ばして。そいつは興味深い。失礼。組長さん、上納金確かに受け取ったよ。私はね、勇気は多くの場合無知から湧き出るものだと考えているのだが、君、妖術を見たことは？君に聞いてるんだ。これが初めてだろ。やっぱりな。組長さん、我々はね、これさえ支払ってくれれば仕事のやり方に口出しはしない。だがこうも舐めた輩が現れるとなると、君の体制には不安を禁じえない。申し訳ありません。もっと丁寧に教えてやらないと。火は時間が経てば消えるよ。千尋くん。柴さん、おはよう。
ここ座んで。死者も、うん、駅で落ち合うはずでしょ。ええやん別に。変形な。しかし焼き魚食べ歩いてる人初めて見たな。なんやえらい見て。ジロ君食べる？大丈夫です。あそう、しゃも、はあ、ジロ君一個聞いて。はい。その傷綺麗に直そう思ったら直せるやろ。めっちゃ目立ってるけどええんか、そのままで。しゃも、朝顔を洗って鏡を見るとこの傷が目に入る。するとあの日を思い出すんですよ。しゃもしゃも。おかげで毎朝新鮮な憎しみを持って一日を始められる。あれからずっとその生活が壊れてまうで。なら止めますか。この町を牛耳ってるのが功労組や。そのヤクザが奴らと繋がってると。そう。確かなんですか。まあ正直確証はないな。でもようやく掴んだ手がかりや。飛びつくほかないやろ。ですね。でどう動く。少し様子を見てそのヤクザが話ができそうなら取引を持ちかけましょう。うん、話ね。あれ、追放運動の人たちだよな。功労組に歯向かったりするからだ。おい、俺たち市民のために戦ってくれたんだぞ。だがこうなることも目に見えてたろ。追放運動、見せしめか。俺らに逆らったらこうなるぞってことや。千尋君、功労組が天井を貫くほどのカスの場合はどないしようか。芝さん、従うしかないんだ。この町で生きるには。功労組のアジトは把握してるよ。案内してください。いやー大変でしたよ。つるすの兄貴たちも手伝ってくれたらよかったのに。人で足りてたろうが。俺たちは門番で忙しいんだよ。座ってるだけでしょ。何、身の程知らずのバカがのこのこやってきたらちゃんと切ってやるさ。頼みますよ。でもそういうバカってマジでいるんすね。おとなしく支配されてりゃいいのに。間違いない。ほな俺こっちのやっとくで。話邪魔して悪かったな。やったな。わかった。あ、ご苦労。そのまま黙っててもいいことはないぞ。次は家族を巻き込むことになる。家族いない。残念だが今情報があった。幼い妹がいる。おい、この住所だ。連れてこい。隠しきれなかった自分を恨むんだな。行くぞ。おい、待ってくれ。分かった、知ってることは全部話す。だから、おい。何者だてめえは。おい、門番は何してる。ボス、こいつら仕事サボってます。あの子の親な、六平国重やで。聞いたことあるやろ。ある特別な加工法を唯一扱うことのできる孤高の刀匠や。何が目的だ。聞きたいことがある。それとお前らのようなクズが刀を握るのを見過ごすわけにはいかない。はあ、知ったことか。行け、ぶっ殺せ。やつも吊るしまえ。六平国重は刀に妖術を刻み込む。やつが作り出すのは特別な力を宿した妖刀。炎天。なんだ。あの子が持ってるのはその六平国重が最後に作り命を懸けて残した刀や。黒。
錦。ふぅ、希釈について知ってることを話せ。希釈、何の話だ。お前らの後ろ盾となっている妖術師組織のことだ。白を切るならそれで構わない。部下たちも地獄であんたを待ってるだろうしな。大丈夫か。シャク、あの人たちは化け物だ。あんな化け物たちに喧嘩を売ろうとしてるんなら正気じゃねえぞ。正気に見えてたのか。化け物だろうが関係ない。俺は奴らを切らなきゃならない。チャンネル登録はこちらから。